はい、本日ですね、僕からのご報告の動画ということで、ちょっと短い時間ですがよろしくお願いいたします。まず何のご報告をするかというとですね、一番最初に言わせてください。メンバーシップのね、開始をしたいなというふうに思っております。で、まあ、メンバーシップっていうと何っていうと、 YouTube がやっている有料の月額のサービスなんですよ。で、それをね、僕も今回やらせてもらおうということで、そのために Google の本社とか行っていろいろお話しして、それってどんなメリットあんのとか、どんないいことがあんのとか、いろいろ喋った上で、あ、意味があるなということでね、決めていったんで、いろいろやっていきたいなと思うんですけども、まず皆さん思うことありますよね。はい、出ました、金儲けですねと。とうとうなんやかんや言いながら、これをチャリンチャリン言わすために動き出してきたな、このうさんくさい顔長なやつはと思ったんですよね。わかります、僕もそれ見てるぐらいだと絶対思うから。あ、出ました、はいはい、なんか綺麗事だけ並べて、あの金だけ取っていくんやね、はいはいはい、それですよねって思ったと思います。それは僕も思うと思うんで。なのでね、僕はね、いつもそうなんですけども、いただいたお金っていうのは具体的に何に使ってるかっていうのを明記するんですよ。だからポケットにないないして、なんかよく分からへんけど消えたよなとか、なんかよく分からへんけどあいつめっちゃいい時計つけないとか、もうなんかよく分からへんけど、ええ車あいつ乗ってるなってなったらね、 100% それ使ってるやんってなるじゃないですか。だから何に使いますよっていうのを、ね、明記してお伝えしてるんですよ。例えば僕、ジャパンメディアっていう服屋やってるんやけども、それは日本の工場にしか依頼しませんってもう明記してやってるし、毎月支払い額も伝えてるんですね。そんなことやってるやつどこにおんねんって話やねんけど、まあ、そんなことやってるんですけど、で、僕もこれもね、メンバーシップやるんはそうやねんけども、じゃあそのいただいたお金を何に使うんかっていうのをしっかり明記すれば、あ、これですよね、で、これないないしてるんですよね、じゃないじゃないですか。だから今回このメンバーシップっていうのは一応2通りあって、後で2プランあるんですけどね、そのプランをお伝えするんやけども、そのいただいたお金っていうのは全部副題にします。このメインチャンネルの副題にしていって、僕の手元に残すんじゃなくて、ちゃんと副題として、これは皆さんのメンバーシップの方のおかげで成り立ってる動画ですよっていうことで、最後の動画の最後にね、エンドロール、映画のエンドロールみたいに名前入れていこうと思ってますので、まあ、そういった人々の協力で成り立ってるんですよっていうのもお伝えしていきたいんですけども、じゃあそもそもその金儲けの話はもうええねんけども、なんでするのっていうことになってくるじゃないですか。そしたらね、なんでするんかというとですね、一応このリターンが、また後で詳細を伝えるんですけど、飲み会とか、まあ、そういうコミュニティ系をリターンにしてるんですよ。だから要は勉強系ではない、その学びとかはもう一切僕のところにはないんで、どっちかって言ったらこうみんなで会ったりとか、みんなで飲み会したり、みんなで修学旅行したりとか、みんなで校外学習したりとか、そういうことがしたいんですね。で、僕はね、そんなことがしたいから、今全国自腹切って視聴者さんに会いに行ってるわけなんですよ。で、まあそのワンツーで会うのもいいんやけども、いろいろ話聞いてたら、例えば山梨県の人と四国の香川県の人言ってるような話ない、同じような話してるやんってなったら、こうやって飲み会で会った時に2人で喋ったらええやんみたいな、もう僕関係ないからそこで喋ったらええやんと思う時もあったりするんですよ。だからまあそうやってみんなで会うんですけど、以前僕オンラインサロンっていうのやってて、オンラインサロンと聞くとなんか勉強って感じするじゃないですか。もうそれが嫌で僕やめたんやけども、勉強じゃなくて、まあほんまに遊びというか、大人になってからの放課後というか、放課後ってこう遊ぶじゃないですか、好きなやつ同士で遊ぶから、まあそんな感じ。学校って別に好き同士じゃなくても一緒におらなあかんし、グループとかも一緒に組まなあかんけども、放課後なんか好きなやつとしか遊ばへんから、もうそのイメージでやりたいなっていうことで、まあ、会いたい、そして会わせたいっていうのがね、まあ、僕の考えにはなってます。だから利害関係なしなんで、そこはなんか勧誘するとか、なんか買わせるとか、そういうのは一切なしで、まあ、キーアウ同士でね、行ってくれたらいいなと思います。前回オンラインサロンやってる時も、途中からね、僕なんかメインでもなんでもなくてね、飲み会の端っこにおったりするんですよ。で、誰も話しかけられんくて、勝手に盛り上がってたりしてて、しまいにはね、僕抜きで会ったりとかもしてたんですよ。それが僕にとって一番嬉しいんで、まあ、そのいろんな人の利害関係なく友達になれるのって大人やったらあんまないんかなと思ったんで、まあ、そういう場を作りたい。で、そこでいただいたお金は全額服に出していく。で、ね、まあ、そういう風に回っていったらいいかなと思ってます。じゃあ、お前なんで金取んねんと、そこと金取らんでいいやないかってなってくると思うんですけど、やっぱりね、お金をね、払っていただくことによって、それ以下の人は来ないようになるんですよ。だから、まあ、言い方悪いけど、ちょっと切り捨ててるというか、ちょっと変な人が入ってこないようにやっていこうということで、まあ、前回もね、この LINE は作ったんですけども、まあ、どんなコミュニティもね、最初って会員制っていると思うんですよ。僕もモンベルとか入ってるけど、モンベルも年間なんぼ行ったりとか、あとなんかいろんなオンラインサロンとかもなんぼ行ったりすると思うんですけど、まあ、それで生活するつもりは僕はないから、払ってもらっても、まあ、メインの副題になってたりとか、まあ、何かしら用途は伝えた上で使っていくっていう風に思うんですけど、無料にしちゃうとね、めちゃくちゃなんですよ、山ほど来るからね。ちょっとそこは足切りさせてもらうというか、切り捨てさせてもらおうかなと思ってるので、もうちょっとひどい言い方してるんやけども、質をね、保つためにはちょっと仕方ないというか、ちょっと切らしていただくところもあるんかなと思いましたんで、そこは切らしていただきます。私はリターンとしては基本的にはね、僕の考えとかは言いません。僕の考えはもうセカンドチャンネルで山ほど喋ってるんですよ。で、なんやったらセカンドチャンネルのメンバーシップ、ここもメンバーシップあるんだけど、これに関しては家族よりも伝えてるんですよ。だから今世の中の僕、友達とか家族とかには伝えれてないとこをここで喋っていくということで、
いやこんなことやろうと思ってるんですけど何がどう思いますかとかって言ったり、いやこんなことやろうと思ってるんですって言ってるけどまだ言ってないこといっぱいあるんですよ。ここだけでしか言ってないこといっぱいあって、結構みんなびっくりするようなことも言ってないんですけど、ここには伝えてるっていう だからこのメンバーシップメインチャンネルやることもここではねもう去年ぐらいから伝えてたんですけど、まあそういったことで考え方はあんま言わない。で服に関しての相談とかも別に飲み会の時とかに聞いてくれてもいいけど、もっと詳しくやってほしいって言われたら、まあそれはまたパーソナルの診断とかもねサービス作っていこうかなと思ってるので、まあそれはそれでね、あの服に対してのあのメンバーシップっていう感じではないかもしれないです。なんかそういう風にされてるファッションユーチューバーの方もいらっしゃるんだけども、まあ服に対してっていうよりかはまあコミュニティに対してっていうか、まあそういう飲み会とか、あとはまあ新着動画とかもう先に出していきますので、もう僕あのストップしてる動画あるんで、それをもう待たずにバンバン出していくので、あこんなんのタクゾ買ってんやとか、あこのレビューさっき見たかったから見といたろうとかっていうのもね、まあ、そこであの好きなように使っていただければいいかなと思います。でそれに関してね、あのまあメンバーシップやからいつ入ってもいいし、はっきり言っていつ辞めてもいいんですよ。別に入りました、いやでもまあやっぱ微妙やったなと思ったらすぐ辞めりゃいいしね。で入んのも入ってから1ヶ月なんで、月末に入ろうが月初めに入ろうが真ん中で入ろうがいつに入ってもその人が入った時がスタートの1ヶ月なんで、いつでもいいんですけど、まあとにかく僕の考えとしてはそんな感じ。メンバーシップやる理由としては会いたいから、その同じような感覚の人と会いたいし、ちょっとそれ以外の人にははっきり言って来てほしくないから、ちゃんと値段つけて切っているという感じになってるんで、まあ、この思いとかはねちゃんと伝えた方がいいなと思って、まあ、その上で入る入らないはもう個人の自由なんで、入らなくても全然これから動画はね僕頑張って出していくので、それ見ていただければね嬉しいかなと思うし、あ入りたいから入ってみんねんけども、あ微妙やなと思ったら全然抜けてもいいし、入り続けててもいいし、まあその時の縁なんでね、合わないなと思ったら離れていくのは当然やし、合うなと思ったらひっつけばいいだけの話なんで、まあそんな深い意味はないんですけどね。まあそういったことでメンバーシップやっていきたいなと思いますので、またまたね、気になる方は下から見ていっていただければ、あこんなことやってんねんな、あんなことやってんねんなっていうのが分かるかなと思いますので、また見ていてください。ということで本日はですね、メンバーシップの動画についてお話しさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。